10月8日発売新型スイッチ有機 EL モデル。まあ、そんなゲーム機買っても、まあ、金ずるにされると思うので、買う価値ないです。なんでかっていうと、まあ、あ上弱な人は、まあ、有機 EL という言葉には惑わされて買ってしまうんですけど、 私は惑わされません。まあ私が使ってるあの5万円ぐらいのアンドロイドスマホの方が電話も電話機としても使えるし、まあショートメッセージサービスも利用できるし、まあ、夜夜道を照らす懐中電灯としても使えるので、まああのアンドロイドのスマホにプレイストアから 自分の好きなゲームをダウンロードして遊んだ方が、やっぱ賢いかなっていうふうに思いました。新型スイッチ。37,980円。まあ、高すぎる。まあまあ、37,980円出すんだったら、あの今、コロナ、コロナ禍で外出られないので、まあ、観葉植物、観葉植物買って、植木鉢、受け皿、 上露、観葉植物専用の土、観葉植物専用の肥料とか、観葉植物育てた方が目も悪くならなくていいのかなっていうふうに思いました。まあ、安く、安く、ま、半額以下で売ってくれるんだったら、まあ、安く半額、半額以下で売ってくれるんだったら、はい、背面、背面、スタンド、ワイドサイズ、好みの角度に、 固定できるフリーストップ、フリーストップ機能、優先ン端子、新、新たに有優先ン端子搭載メモリー 64GB を、まあ、半額で売ってくれるんだったら、まあい、お、お色は、おい、おい、 ホワイトがいいと、まあ欲しいといい風に思いました。まあ今回も購入は、まあ見送るという感じになりそうです。はい。